ということで、7分間で、小田中学校女子高校ボール、中村亮選手、小泉真麻選手、そして銀島真中選手、さらに監督の安藤海選手でした。どうもありがとうございます。中から逆光になっ
って見えなかったんで、ディレクターにすぐちょっと外行けって言ったら、なんとあの北京オリンピックで上野の413球を全部受けた2年1等3番なんですよ。なるほど。そしてもう今日いらっしゃるんですよね。あ、皆さん、皆さんおはようございます。どうぞ皆さん、お座り。いやいや、もう俺が喋るよりね、皆さんが喋ったから、お二人に喋っていただきます。すごいよ。いや、皆さんちょっと一言いただきましょうかね。もちろんもちろん。どうですか、北九州ラウンド、エディリクです。いや、もうすごく盛り上がりをもうとても感じていて、私も地元福岡なので、はい、とても嬉しく思ってます。本当にこの人気な、まあ、お二人といったら変ですけど、この FM がこう宣伝をしてくれたから、これだけのお客さん来ていただきました。本当にリスナーも連れてきていただきますね、はい、今日は、はい、そして峰さんも来ていただいて、はい、もう峰さん目的もいっぱい多いんじゃないですかね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、ね、もちろん、マクジーというか失礼ですよね。いいですか。いや、例えば、はい、せっかく時間があるんで、ほら、あの女の子たちがいて、やっぱあのソフトボールやってると思うんですよ。なんか、あの部活でやってる子たちに、なんかアドバイスみたいなのがあったら、ね、姉さんから、ぜひ、あの子供たち、はい、まあ、ソフトボールだけじゃなくて野球やってたりとか、まあそういう運動全般でもいいですけど、なんかアドバイスあったら、少し皆さんなんかいただけたらと思います。はい、もう毎日野球やソフトボール、暑い中寒い中たくさん練習してると思います。でも試合となったら、技術云々ではなくて、あの気持ちの強さ、絶対勝ちたいって思ってるか、打席で絶対打ちたいって思ってるか、そういう気持ちの強さっていうのが自分の技術を引き出す大事な秘訣になるので、自信を持ってあのプレーするってことが第一だと思います。嬉しい、嬉しい。ちなみに上野の413球を受けてた時って何歳だったんですか？はい、私20歳でした。20歳。ということは今中学生ぐらいで来てる子たちのもうほんの5年後とかそういうことですよね。あ、そうですよね。そうなんですよ。本当にあの自分の将来の夢が叶う瞬間っていうのは、はい、すぐそこまで来てるかもしれないっていうことですね。いや、飛んで聞けるのすごいありがたいですね。本当、いや、ありがとうございます。お時間の中でいろいろ参加していただきましてありがとうございます。さあ、本日はね、ファーストピッチ、中地が投げてくれますので、まあ、準備をまず、はい、そして皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、試合後もね、あの公開収録したりしますので、お立ち寄りいただければなと思っております。さあ、それでは、ご準備が整っていれば、ファーストピッチに移らせていただきます。ファーストピッチセレモニー、本日投げていただくのは、AM 福岡モーニングジャムより、長嶋こと長嶋浩二選手、長嶋浩二選手です。さあ、そしてキャッチャーは佐々木北九州、小田部選手お願いいたします。そしてバッターは本田メートルより一番バッター大久保選手です。選手は PK ゴールで。レブーナイスボール。それではお写真を撮らせていただきます。さあ、皆さんのお写真を撮らせましょうかね。さあ、長寿を挟んで記念撮影させていただきます。さあ、本日はこのデリリブ北九州、お願いいたします。ために、ここでは、はい、おじゃぶり、おじゃぶり、また試合後もいろいろイベントが用意されておりますので、皆様、ぜひともお立ち寄り、そしてお残りいただいて、お参加よろしくお願いいたします。さあ、ファーストピッチは、皆様も、お楽しみに、あなたも、知らない、お名前が言ったことありましたからね。皆さん、福岡からも、はい、どんどん行ってみましょう。さあ、中島、おっさんでした。初めてありがとうございました。皆さん、お願いします。ここで、この試合の審査員並びに記録を紹介します。